無縁坂のお玉は岡田に思いを寄せ、夕暮れになると必ず一人で散歩に出る彼を待っている。ある晩、上条の夕飯の前にサバの味噌煮が出た。身の毛のよだつほどこれの嫌いな僕は、外で飯を食おうと岡田を誘って散歩に出た。これがお玉が女中に暇をやった日の夕方だったのである。無縁坂を僕らが降りていくと、家の前にお玉が立っていた。いつも薄くれない荷に酔っている岡田の顔は確かにひとしお染まった。女の顔は石のように動かなかった。そして美しく見張った目の底には、無限の名残惜しさが含まれているようであった。サバの煮付けが上条の夕食の膳に乗ったために、岡田とお玉とは永遠に相見ることを得ずにしまった。Seikurabe, chimaki, tabe tabe, nisa.